バンビットハート。いやー、切なケースだよ。というわけで、前回のパートにもあったように、なんか、話しかけられないみたいなんで、街でぶらつきます的な話です。どうすればいいんでしょう。イベント起こるんかな、なんか。街でぶらつきよったら。じゃあ、この前の、この右側の、商店の右側がちょっと調べてなかったんで、そっちを調べていきましょう。なんかこう、稲荷薬局、薬局？お、なんか美人な店主さんがいますね。あ、男だったわ。美人ってチャット見たら男の人だったんこれ。何この、なんかデュラララっぽい安田鈴人的な感じのキャラデザの人は。こんにちは。毎度、なんや。初めて見る顔やな。工藤、お前か工藤。あ、おい、七七です。はじめましてです。ああ、帝くんのいとこやろ。たまーに話聞いてるで。うちはしたらや。よろしゅうな。したら、したらおさむ。バナナマン、バナナマン。へえ、お兄さん、俺のことを知ってるんだ。嬉しいな。人気者だな。うへへへへへへへ。いや、七七くん、多分それはただの世間的なつながりだと思うからね。じゃあ、お姉さん、お姉さん、女の人だった。紛らわしいなぁ。おい、あえ、でも身長体重や脅威のデータを見る限り、お姉さんや。お姉さん、おお、ええ子やな。うちのクスガキどもにも見習ってほしいわ。まあ、胸をバカにしたことは今日は勘弁してやる。え、子供がいるんですか。ふふ、うちの子供とちゃうで。年は離れてるねんけど、双子の兄弟でな。ちなみに、うちは恋人募集中やで。七七くんも10年後、ええ男になりそうやな。あれ、喜んでいいのかな。うん、ありがとうございます。友達になりませんか。どない、今すぐにでも。わあ、これは童貞の七七くんには刺激が強いぜ。ひゃー、嘘嘘、七七くんはいじりがあるな、堪忍な。ま、チビラに会ったらちょっかいかけられんように気ぃつけや。わかりました、気ぃつけます。失礼しました、さよなら。わ、ドキドキしたな。あれが大人のお姉さんの色気ってやつか。わあ、癖になりそうだ。あの人とだったら友達になれるんじゃないかな。今すぐにでも、もうフレンド1が2になるんじゃないかな。そんな気がしたんだけどな。こわ、神社、狛犬神社。おっと、これも可愛い人物が。名前が覚えられそうじゃないな、これ、俺。こんにちは。あらあら、こんにちは。うわぁ、胸でかい。もう、一番最初にそこに反応しちゃった。胸でかい。おい、ならしって言います。今、挨拶しまくってます。おっぱい。ここで巫女をやっている、白飛と申します。あ、声もええ、声もいい感じ。何かお困りでしたら、神様に頼んでみるのもいいかと思いますよ。神様がいるんだ、すごいや。信じるものは救われる。でも行動を起こすのは自分自身。神様はその後押しをしてくださるのよ。あ、そうなんですか。でも、おいなる神様よりお姉さんに後押しをしてもらいたいかな。ほほほ。主に、そっと胸が当たるような感じで、背中に当たるような感じで。あら、やだ、嬉しいわ。ふふふふ。おお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 お、はあ、顔よりも胸に行くな、目線が。よっしゃ、この人もちょっと気になっとったよな、前々から。あ、警備兵みたいな人やな、なんか。こんにちは。あ、こんにちは。おい、七七です。お兄さんは警察。あ、高塾の警備を担当している高宮さん。高宮だ。あまり俺の前で変なことはしないでくれよ。変なことってどのくらいまで許されますか。例えば痴漢とかスリとか、そのあたりは大丈夫ですかね。俺は許されますか。なんだこの子は。とにかく目に余る行動は慎んでくれ。この町は特に変な奴らばかりで頭を抱えてるんだ。
はーい。胃腸の調子があまり良くないみたいだ。この人の前で変なことをするのはやめておいた方がいいかも。この人意外と見た目に反して意外とチキンなのかもしれないな。ここでミサネちゃんにセクハラをしたこの人はどんな反応するのか見てみたいな。ミサネちゃんの反応も含めて。ここ入れるんだよ。見たらなんだここ、なんだここ、交番か。あ、交番だ。わーい、誰もいないな。嵐まくれ、イエーイイエーイ。宵闇通り、おお、あ、ラーメン屋かこれ。おお、風雷神、おお、女店主さんだ。おお、わあ、とてもいい匂いがする。はい、いらっしゃい。注文は？あ、すみません、とりあえず挨拶してるだけです。おい、嵐です。ああ、なるほど。ここの店主の試練よ。おお、昔なんかスケバンのリーダーとかやってませんでした。そんな感じの雰囲気してますね。ま、お腹が空いたらいつでも来な。うまい飯用意して出してあげるからさ。一応ラーメン屋だからラーメンを頼んでくれると嬉しいけどよ。このいい匂いはラーメンの匂いだったんだ。ここは何の店かも知らずに入ってきたのか。ナーシ君は何味のラーメンが好きなのかな。キツネうどん。お前会話が噛み合ってないぞお前。これカップラーメンじゃない。いつもずっと家にいたからそれくらいしか食べてなかったですし、うちは宅配サービスもやってるからさ、今度からラーメンが食べたくなかったらうちで頼みな。風雷神で調べてうちのホームページからも注文できるよ。わかりました。キツネうどんは置いてますか。お前ブレないな。ラーメン屋だって売ってたろお前。残念ながらキツネうどん味は置いてないのよ。おすすめは豚骨ね。いや、味の問題じゃないですけどね。あ、豚骨ラーメンは好きです。お腹が空いたら食べます。はい、よろしく。ブレないな、七橋くんは。公園もあるんだな。宵闇公園。お、なんかこれ、あれ、この狐の感じといい、この姉妹といい、なんかこんにちは、なんやなんや。あー、やっぱりさっきの関西弁の人の、もしかして兄弟か。なんやなんやなんや。俺ナナシです。うち、わー、この関西弁っぽい喋り方、これ喋りやすいな。なまっとるタイプの人間やし。あれ、黒い方がシロロちゃんで、白い方がクロロくん。せやせや、せやろか。せやろかじゃないよお前、工藤みたいな。せやろか工藤みたいな感じで言うなよお前。うん、名前に合わせた方が分かりやすそうなのに。ドアホやな兄ちゃん。子供は男の考えに反してこそ反抗するのが仕事やで。好きな色は赤やな。オレンジや。好きな食べ物はイカスミパスタや。チョコレートやな。もう完全に逆の色をついてきてるなお前ら。兄弟でも結構違うんだね。うん、勉強になったよ。ところでお兄さん、君たちのこといじめてもいいかな。兄ちゃんからはなーも学ぶことないけどな。それ単にさ、参考になるような人間ではないぞ君は、みたいな感じのこと思ってるだろお前。見下してるだろ。せやな、いやー、そのキツネ耳はビットホンやで。これあざとさ振りまいておけば大人は何でもやってくれるからな。ほんまちょろいて。あ、ってことはもしかしたらさっきの巫女のお姉さんのおっぱいとか触ってくれてるんじゃないのかお前。ずるいぞお前。その言い方俺でも教えて。なんかもうええわ、黒く足で遊ぼうや。せやな、じゃあな兄ちゃん。元気な子だな。ん、わあ、背中に大量のヒツキムシが。いつの間に。わあ、いたずら好き。お前らのことだからお姉ちゃんに伝えてやるからな。お姉ちゃんに怒られなかったら俺に土下座しろ。いいな。書店、三つ国商店、本屋か。おっと、文学少女的な人がいます。あれ、なんか文学少女というよりどっちかって言ったら音楽の方が好きなそうな見た目の人ですけど、まあいいや。こんにちは。あら、いらっしゃい。
俺、ナナシって言います。お姉さんの名前は？香りよ。人探しか何か。お、なんか本が好きそうな名前の感じだな。完全にイメージやけど。友達を探しています。友達ね。そうね。それなら、ここから見て、右から 2つ目の棚。その奥の方にコミュニケーション術の古本があったと思う。古書かな？があったと思うわ。結構昔発刊されたものだけど、今でも参考になるはずよ。本を読んだら友達ができますか？さあ、試さないよりは試した方がいいんじゃない？私は利用したことないけど、あ、でも、七志くん。読んだら友達になるんじゃなくて、読んだ内容を実践して友達になるんだろよ、そのだけ。君は多分勘違いするだけだ、先に言っておくよ。なるほど、ここにはたくさん本がありますね。そうね。一応新刊も入荷しているけど、古本、古書の方が多いわ。漫画の新刊なんかをお望みなら別の場所をおすすめするわよ。お姉さんを目当てに通っても大丈夫ですか？読書の邪魔をしなければご自由にどうぞ。やったぜ！だったらお姉さんの本を読んでる隣で耳元でいろいろ囁いていくから覚悟しとけ。お姉さん、 I love you。 それより2段目に友達の本がなって言うたな。あー、2段目ここかな。左から2番目でもなかったよな。ないな、あの女嘘ついたな。結構いろんなところ回ったぞ。そうそう、いいんじゃないのか。待てないところはあるか。家に戻ってきてしまった。違う、ここではない。もう入ってない。あー、ここはダメだ。やめといた方がいい。もう入ってないところなんかないし、話しかけてない人物も多分おらんと思う。うわー、なんかおる。新しい人物、さっきまでおらんかったぞお前、ゴスロリ。七七さん、あそこにいる女の子も私たちと同じ年ぐらいみたいですね。でも女の子だよ、大丈夫かなとか言いながらさ、わあ、こんな女の子と友達になりたいみたいな顔してるぞお前は。もうここなんか読めてるからな。大丈夫ですよ。そっか、なら大丈夫だね。気楽かお前は。ハロー、ハワイユー。ハロハロー、いやいや、私、日本語大丈夫ですの。なので、普通におしゃべりくださいまし。外国人の人か。あ、そうなんだ。ID が日本のものじゃなかったから。俺、七七って言います。今、自動翻訳機能が高性能になってる時代に珍しいですね。あれ、クロエ・ルメールですか？私は機械音声ではなく自分の声で皆島様とおしゃべりしたいのですで頑張っておりまする。グッジョブ。友達にならない？いいとも。すごい、テレビ見てるんだな、日本のテレビ。いいの？あ、会ってすぐの人とフレンドになるにはいけないってシャークに言われていました。すみません。うるせえ、そのシャークってやつのことぶん殴ってやる。シャーク、はい、私のフレンドで日本語もいろいろ教えてくれるのです。今はスカイシーランの習い事でここでおりませぬが。あ、やっぱシークって聞いたけん、やっぱりあの子なんやな。名前忘れたわ。俺、人の名前を覚えるの苦手だからな。あの子の、なんて名前だったっけな。スカイシーの子、競技の子よな。そうなのな。夏影さんのことでしょうかって。夏影くんやな。そうそうそう。ですの、最近はあんまりちょっとお話ができてますぬが。何かあったのですか？うん、シャーク、私には今あまりそういうことをおしゃべりしてくれません。練習をよく見に行っていましたが、最近はダメって言われちゃいます。あれ？なんか格好悪いとこ見せたくないっていう男気があるかもしれない。それはいつ頃から？本当に最近ますよ、ますよ。2週間ぐらいでしょうか。私心配です。最近も人にぶつかったりしそうなプレイもあってですね。偉い人たちからもちょっと目をつけられたりしてるみたいです。でも、シャークは本当に優しい人なんですよ。人にぶつかれば反則ですかね。スカイシーランは特にスピードも出てて、ぶつかった時はすごい勢いで吹っ飛んじゃうんだ。事故じゃなくて恋でぶつかれば即退場だね。目をつけられているっていうことは、夏影さんは後者なのでしょうね。本当に友達になれるのですか？危険な匂いしか。でも、ミウイさんは優しい人だって言ってるし、何か理由があるのかもしれないじゃん。うん、そうですね。結構長く話をしてしましたし、もうそろそろあちらも終わっているのではないでしょうか。うん、ちょうどいいかもね。
お題もいくつか集まったし、多分話も続くんじゃないかな。それじゃあ、みゆみさん、俺たちはこの辺で謎解きクス軍の様子を確認しておくから。はい、よろしくですの。グッバイ、おととい来やがれ。あ、おととい来やがれっていう和解の挨拶はやめといた方がいいと思うな、僕は。よし、じゃあそう聞いたからにはここに行くぜ。キック。来たぞお前、おるんか。さっき休憩のチャイムが鳴ったからさ、シャッチいるんじゃね。この奥が競技場だから覗いてみれば。オッケー。ナシさん、もう休憩時間みたいですよ。あそこに夏かきくんがいます。夏かきくん、げっ、さっきの変なやつ。おお、やるねえナシくん、変なやつって覚えられてるぜ。今休憩時間だよね、ちょっとおしゃべりしないっていうか LINE やってる。なんなんだよ、さっきからお前は。雪永が言っていたらこいつらのことだったのか。ちょっと、ちょっとだけでいいからさ、ね、LINE やってる。わ、飛び跳ねるなよ、やめろ、恥ずかしい。わかったから、休憩の時間の間だけだぞ。なこれ、母と。15HP かな。よーし、じゃあ再チャレンジだね。今表示された左下のハートと数字は、俺のメンタルの強さを表した数字だよ。つまり、人と話すときにさっき手に入れた話題を振るでしょ。で、その話題がうまく噛み合わなかったりしたら微妙な空気になることってあるじゃん。あるわあるんよな。俺の場合さ、何を喋ってもそういう空気になるときがあるけんさ、俺困ってるんだよな。みんなどうすればいいかな。気まずいってやつですね。そうなると俺のメンタルがダメージを受けます。もうボロボロにね。もしその表示がゼロになってしまったら、俺のガラスの発動を砕けて人生を挫折します。ゲームで言うならゲームオーバーだね。なるほど、話題選びを間違えなければ大丈夫ということですか。あと話題を振るタイミングもだね。変なタイミングで話題を振ってもなんだこいつってなるじゃん。そういった空気にも俺はメンタルダメージを受けます。あ、ナラシ君、そういうの大丈夫そうなタイプの人間だなと思ったんだけど、そうでもないんだね。まるで少しの段差で死んでしまう動物探検隊のようですね。スペランカミサレちゃん、スペランカ知ってるのかお前記憶喪失で割にはスペランカ知ってるのかお前。お前、記憶喪失でもスペランカを覚えてるくらいにスペランカ好きなのかお前ミサレちゃん、意外とゲーム好きだっていうことが今分かったね。それでは一度お題の確認をしておきましょうか。そうだね。メモを開くね。この4つ。スカイシーラン。ボードの競技。あー、飛ばし棒だー、なんか知らんけど飛ばし棒だー。スカイシーランしか確認してなかった、俺。ははまあ大丈夫だろう。まあ、俺はこういう修羅場をくぐり抜けた人間だからな。大丈夫ですかね。そうだね。あとは友達になるコツとかあるかな。コツですか。余計な情報を喋らないこと、空気を読むこと、笑顔、基本はこの3つですかね。わあ、俺リアルの俺はこの3つ全然できてねえや。だから友達ができてないんだ。わかったわかった。俺口が滑りやすいってよく言われるんだけど、大丈夫かな。大丈夫じゃないです、気をつけてください。あとは人に優しくしすぎないことですね。どういうこと。ナーシさんには今はまだ難しいかもですね。まあ大丈夫でしょう。それではどうかご無事で。私もあまり口立ちはしませんが、近くにはいますのです。おい、話がしたいなら早くしろ。休憩時間もあんま長くねえからな。あ、うん、わかったよ。なこれ、何が言おうた今タイキングタイムかな。なこの BGM。 Wish our happinessな、夏影くんってスカイシーランやってるんだよね。服がびしょびしょしてるのはそのせいなのかな。ああ、それは乾くの、拭くのが面倒なだけだ。乾燥室もあるけど変な匂いがするんだよな。どんな匂い？なんで匂いに関してそんなに食い気味なんだよ。例えるんだったら雨上がりの草に近い。え、どっちだこれ。話題振るか？話聞いてみよう。で、なんだ、話したいっていうのはそんなことか。うんうん、いろいろ。夏木くん、全国に出てたりする選手だし、改めて見て、もうやっぱり筋肉の引き締まり方とか全然違うな。足とか、特にいい締め方してるね。今、長ズボン履いてるのになんでわかんだよ。
あ、ズボンだろうが服なんかも着ててもわかるよ。俺にはすっぽんぽん同然だからね。無意味だからよ。それ捉え方によっては BL 的だ、ホモ的な方に捉えるぞ、七志くん。どういうことだよ、これだろう。まあ細かい説明を置いといて、そこは僕だよ。よっしゃ、話題を振るぞ。これどうしようかな。まあ今競技の話したけん、その流れでスカイシーランの話で、それでなんだよ。わあ、変な空気にしちゃった。でも顔は笑顔なのはド M だからだ。スカイシーランってやってるんだよね。服がびしょりと濡れ、その話題はさっきやったわ。え、なんだろう。難しいなこのゲーム、意外と。こんなわかるわけないだろうが、お前。それは俺がリア充じゃないからか。リア充じゃないからわからないのか、これ、もしかして。シャッチ。空気がまたバラになった。わからんよ、そんなわからんよ。俺は童貞なんだよ、わからんよ。な、これ。でも、さっきよりは、夏木くんの深い位置も低いし、押したらいけるかと思わない？それ、本人に聞くなよって。けな、あ、チョコバナナ味か。そういうことか。こういう好きなものの話題でちょっと和ませていく感じか。あー違う、これは空気が悪くなった。あーうまい、聞いた方がいいかもしれないか。あれ、これはさっき聞いたわ。やばい、わからんぞ。俺この子についてのことがわからんぞ。ねえ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。おい、どうした、食べ物、あれ食べ物、食べ物、肉、あとはアイス。ああ、なんか知らんけど話しおったら、なんかアイスの話出てきたぞ。おい、突然ってことはここでこれ振ればいいんだ。アイスなら駄菓子屋に売ってたよね。すごく種類もあって安いしうまそうだったな。特にバナナ、チョコバナナ味とかさ。お前食ったことないのか、食いついてきた。ああ、俺この町に来てからずっと家にいたからさ、ああいうところがあってああいうもの売ってたなんて知らなかったんだ。なんかの病気か。あ、そんな重いものじゃないから大丈夫だよ。でもひいこもりっていう結構重度な心の病気だけどね。不登校でひいこもりなんてのは余計な情報だよな。おお、七志くんよくわかったな。お前、ま、一度くらい食っておいても損はねえと思うぞ。チョコバナナは本当に美味しい。しかもあのアイス、当たり付きで当たったら無料でもう一本食えるしな。当たったらもう一本、あんなに安くしてて無償で商品与えるなんて赤字にならないのかな。そういう心配をするんだな。だっておばあちゃんだよ、貧乏になっちゃったら余生を謳歌できないんじゃないかな。あのおばあちゃんならまだ大丈夫だろうけどな。わかる、分かってなかったからそう言うんだろう、お前が。なんだそりゃ。グッドです、七瀬さん。若干のぎこちなさはありますが、いい感じですよ。でも、みさねちゃん。ここまで来るのにライフ半分ほど使っちゃったよ。そうか、話題、話を聞くを連続して聞いてさ、自分の持っとるネタに近いものが来たらそのネタをぶつけられる感じなんじゃん。あ、そうだったの。少しく懐かしい感覚だよ。ワクワクするなぁ。今の調子でいけば、きっと仲良くなれるはずですよ。もう一押し、頑張りましょう。どこでミサネちゃん、近くにいるってずっと俺の背中に這いついてるけど。え、何？そんな小さいおっぱいを俺の背中にくっつけてきても俺興奮しないよ。まあめっちゃドキドキしてるけど。私のことはいないものとして見てください。ぬくもりが。これはおっぱいを押し付けてきているやつだわ。羨ましいな、七志くん。死ね、私はここにいません。わかった、俺頑張るよ。よっしゃー、趣味。俺のことを聞いたって何も面白いことないよ。面白いかどうかは俺が決めんだよ。何かないのか。ゲーム、漫画、昼寝。反応しにくいもんばっかだな。こういう危険なプレイとか言うてさ、何の話やねんならもんな。ここはちょっと話を聞いていって、本当に外で出てなかったんだな。学校の勉強とかどうしてたんだ。遅れるだろう。別に家でも学習はできるしね。っていうか、七志くんは天才だからね。IQ180 で LINE 作ってからね。
ま、今は跳ねてもネットで友達と話してるのもできるからあんま困んねえか。と、友達？そうだね。まあ僕友達いないんだからそんなこと言われても困るんだけどね。あ？いやまだや。てかその七七っていうのは本名なのか？お、結構向こうもこっちの情報を聞き出してきよるな。ちょっと興味出てきたかな。いや本名は数字の7に久々の日さ、数字を読んで七瀬よしって言うんだけどさ、多分このまま読んで七七って、呼べるんじゃないかな。ふーん、あだ名みたいなもんか。もらっちゃうわ。なんだかな、とつきに行くんだよな。お前すげえ返事くさいし。当たり！それをまた一興ってやつじゃないかな。俺は別に変人の素晴らしさや面白さを感じないからな。はあ。どうしました？お題を振ってください。前と同じようにやって大丈夫ですよ。そうですね。別名称シャッチ。この話題を共有できそうな話があったはずです。シャッチ？あったかな？シャッチ？あらしいプレイから付けられた名称の話をここで振るもんじゃないと思うよ。やってみるけど。ほら、そうだろう。そうだろう。俺やったら分かったぞ、今は。今のタイミングならやったら分かったぞ、お前。騙しやがったな、お前。ここはシャチじゃない。あ、これ、本名、あだ名の話で同件、この流れでシャチって振ればいいんか。そうか、そうか。あなたといえば、夏かけ空母シャチって呼べてるよね。あれにも何か由来があるのかな？え？あんまり触れてほしくないって自分でも自覚しとんやな。あ？言いたくない。別に、どうだっていいだろ。でも、夏木くんがシャチって呼ばれてる理由、確かにあったような。あったよ、あった。危険なプレイをしているから。夏木くんがシャチって呼ばれてるのって、そのプレイの荒々しさからだっけ？最近は特にすごいらしいね。あ、言っちゃあかんやつじゃない？これ、もしかして。あれは、あっちが。どうなんだろう。どうかした？別に、なんでもねえよ。休憩時間も終わりだ。じゃあな。これやっちゃったかな。なんとなく流れでやっちゃったけど。何かまずいことしちゃったかな。まあ、いわゆる地雷というやつですね。しかし、あっちがというのはどういうことなのでしょうか。何かあったのかな。練習に戻っちゃったから、もうわかんないけどさ。どうしましょう。とりあえず、家に帰る？久々に外を歩いて、兄さん以外の人と話からもう疲れちゃって、貧弱ですね。仕方ありません。一度戻りましょう。ああ、よかった。ストーリー的に正解だったらしいわ。ああ、よかった。このゲームのシステムわからんけんさ、全然さ、馬はいかんかった感じがあるけど。ああ、とりあえず進んでよかった。お前。知らんわ、お前。